こんにちは、プイズッキュンです。今回はひらめき力が必要な暗号問題です。それでは早速始めましょう。問題です。ハテナに入る数字は何でしょうか？考えてみてください。終了です。いかがでしたか？正解は2でした。まずすべての言葉を英語に直してみると、それぞれの英単語に数字が含まれていることがわかりますね。ネットワークの2で答えは2ということになります。起点の効いた発想が必要でしたね。以上で問題は終了です。よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。